本当に見たんだよ。昔や頭が2つある鹿を見たって言ってたよな。ああ、見た。あの鳥をご存知ですか。どのような鳥のことだ。金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、 あの鳥を追ってどこにいざなってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。酒井様。 身内がきちんと弔いたかったんだろうね。違うと思う。多分侍はまだ生きてたはず。担いでるやつの顔を。
侍様だったのか。それだけじゃわからないかも。侍の鎧を奪った野党かも。僕の中はそんなに動くなんてするな。坂井様、志村様はご健勝で。今は猛虎に捕らわれておいでだ。ご心配なく。辛抱強いお方ですから、戦の技量に優れ、さらに和歌まで。坂井様も和歌を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。吉の湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。お侍、かしねの森に行ってはなりませんよ。あそこは行かれる怨霊の住処。侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、すべて人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。猛虎も島の者も。それにムクロはすべて侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか。調べてこよう。
いい日和ですね。お侍、そちらは酒井家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。そのたちはまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。手に入りにくいものが揃ってますよ。素材が足りないようですね。では。またお越しください。お侍、まさか。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。
道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。ご出陣なさらなかったので。そうだ、戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。あの、先生の伝説はまことですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。まことだ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても。先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです。さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生の道場。